おはようございます。今回この超魔界村というゲームをやることにしました。やるゲーム決めるときすごい悩んでて、どうしようと思って、そのとりあえずスーファミのゲーム調べてたら、なんかゆとり世代には絶対クリアできないだろって思うゲーム上げてけみたいな、そういう某掲示板みたいな感じのところに魔界村って書いてあったんですよ。ん?と思って。それがアクションゲームってことで、まあその魔界村の中で、このスーファミのシリーズの中では一番新しいこの超魔界村っていうのを実況することにしました。結構このゲームレビューとか見たら難しいらしくて、まあだからこそゆとり世代にはクリアできないだろうって言われてるわけなんですけど、他のやつとは一線を画すっていうことを、ちょっとここで、皆さん、ちょっと上の世代のね、まさに本場の世代って言いますかね、このスーファミ世代の人たちにちょっと見せつけていきたいなというふうに思っております。あとそうですね、まあ今日は10ステージくらいあるんですけど、このゲームはまあとりあえずこの動画ではまあ1ステージまあパパッとクリアして、それでまあ動画締めようと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ今から始めましょう。よし、まあムービーは飛ばしましょう。めんどくさい。まあもうパッパとね、ちょっとできるやつってことを見せつけたいと思いますよ。まあちょっと操作の確認だけ。あれ?あ、これここでなんかジャンプしたりすると、確かその宝箱がその出る時があるみたいな。一定の場所でジャンプすると宝箱が出る確率があるみたいな。よし。まあこんな感じですよ。おお、また出た。俺はラッキー。恵まれている。鎧ですね、これ新しい。あ、なるほど。武器が強化されるんですね、これ。まあちょっと進んでいきましょうか。あ、もうせっかく手に入れたのに。待てよ。二段ジャンプで、これ撃てると。よし、オッケー。ああ、もう。ああ、もう。おい。え?まあ、気を取り直してね。まあ、さっきのは夢落ちってことで。いや、もうさすがに同じ失態は繰り返さないんで。こうや。で、ここジャンプしたら、まあまあ、もうわかりました。で、まあ、武器が出てきて、この上のところには、宝箱。おい、ついてくんな、ついてくんな。で、あ、来た。まあ、とりあえず、うろうろしてたら、宝箱出てくるっぽいですね。よーし、強いぞ。貫通するのね。よし。もうわかった。もう基本スルー。無限脇の敵はもう基本スルーで行きましょう。もうちゃっちゃとクリアすると。よしよし。おお、よっと。こいつは何?ああ、危ねえ。よし、よしよし。よーし。もう分かってきた。おお、宝箱。ありがたや。お前を。おお、なんか出た。さらに強い鎧ですかね。あれ?何が変わったの?お!おおおおおお!何これ?必殺技っすかね?なんか、長押しすると必殺技みたいなの出ました。意味ねえ。ああ!え?盾があったんすか?あかんあかんあかん、同じことを繰り返すな。同じ過ち。ああ、もう、やっぱまあ、男なら裸ですよ。よし。もうね、はい。はいはい、もうでもまあ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 、もうつかめてきました。
つかみは来ましたね。よーし。よしよし、行くぞ。もうなんでここでこんな、はいはい、なんか戻ってきたらこいつが出てくるんですよね。よし。おー、これいいね。あは、おいおい、おいおいおい、空振り、おい、ちょっと。おいおいおい。雑魚は、雑魚は相手にしない主義なんです。こいつは頭しか食らわないっぽいですね、なんか。モーション的に。はい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 。危ねえ。はいはいはい。はい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 。おい、死ね死ね死ね。早く早く。あ、なるほど。ドクロがあるとこにこいつは湧いてくる的な。よし。宝箱もついでに。なにこいつ。なんちょちょ。ちょいちょいちょい。赤ちゃんになっちゃったよ。なんやこれ。まあどうでもいいわ。よし。もう実況プレイなんてものは、とりあえず、ね、サクサク進むのが大事。サクサク進むのが大事。これ当たったら死ぬっぽいっすね。うおいけいけ、もういけ、先に進め。あーぶねー。よーし、裸でここまで来た。全裸男。よし。お。理不尽やろ。理不尽やろ、あれ。見ました？あれ、波に飲まれて死んだ？ちょっとよく意味がわかんないですね。まあ、あれか。あの、高いとこ登っとらなあかん的な。この上とか。おう、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 おう。これ、すぐできやんの？連射できるのいいね。はい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 。よし、やっと波んとこまで来た。えい、ここやろ、どうせ。乗ってよ、乗ってよ。ちょ、もうなんでもう。まあ気を取り直していきましょうか。ちょっとさっきの間にちょっとご飯食べてきたんで、ちょっとこれでパワーアップですね。これでやっと本来の私の力が。もう、あなたは何ですか。よし、よいしょ。いや、もうだからなんで急に現れんの。ディメンションするなよ。鎧槍でここはでけえっすね。ここやばいやつ、やばいやつや。もう学習能力を、ああ、いやー、もう、もう、なにこれ。え、強っ。え、まさかのこの、一番弱そうなやつが実は一番強かった。やめてよ、ちょっと。ああ、もう。いやあ、もう。もう。お、出てこやんといてよ、もう。いやあ、もう。よーし、この状態でここまで来た。で、まあ、ここは焦らずに、避けると。よし。で、もう、特に得るものはなし。うわ、狭っ狭っ。よーしよし、来た来たよ。なんか新しいところ来たぞ。このままクリアか。そろそろボス的なやつ現れやんのかな。うおー、急に膨らんでくるな。
よし。これ絶対危ねえやろ。こいつ転がってくるパターンやろ。やっぱり。もうだから、なんなんこの変な気持ち悪い。宝箱ないの？絶対これやばいやん。宝箱。よし、とりあえず宝箱。なんで？で、よし来た。オープンねー。よし、よし、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。オープンねー。なんなん、なんでこんなところに。もういや、ほんまいや、この無敵時間を有効に使いたいのに。もう、え、ゲームオーバー、もう一回やらして。なんか途中からとかないの？さすがに途中からにして。お願いします、お願いします、お願いします、途中からでお願いします。ほんとあそこまで行ったらなんかあるやろ、さすがに。よし来た。ここからスタートや。でかい、ほんまに。いやー、もうもう配信だ。もうだからなんでさ、あー、もうもうだから、もうやめてよ、ほんとにこれだけは。無理があるでしょう。でも何、威力高いのね、あなた。よし。よし。いや、だってだから、ほんとにやめてよ。もういじめるなよ、してください。よくねー。よし、鎧。これ絶対ボスでしょ。でもボスをこの日で挑むの？マジかよ、こんなことになるなんて。どんなボス？怖い怖い。届かんやん。届かんやん。届かんやん。うわ、もう無理やろ、気持ち悪。よし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 、気持ち悪。マジこのファミコンの、うわ、ファミコンのモンスターってほんと気持ち悪い。まあもうこれ無理やろ絶対。いや、だからなんでこういう時だけ弾け飛んでくるの。こいつは来たぞ。あ、もう超もやばい。もうこれもう死んだコースやん。なあ、ジャンプして、こっから2段目で行く。よしよし。もう分かった。やばい！よしよし！よーし！来た！結構万全な状態で来ましたよ。よし、行きましょう。次こそが出る。もうこれ無理やったらもうほんと諦めたい。いや、何もう早く、気持ち悪すぎるんですよ、あなたは。早く死んで。やばい、そこまで来られたらやばい。命がもう足りやん。なんで、なんで、もう助けて。よしよし、来た、もう来た、もうこれ以上の万全の状態はない。もうこれが最高、俺のもうマックス、もう俺の生きてきて最高の状態。もうこれで無理やったらもう無理や。
いけ、当たった、よし、これ大ダメージじゃないんすか。やばい、やばい、やばい、死んでくれ、頼む、もうなんで、もう、もう、ああ、もう、本当に、本当にもう嫌。え？おい、嘘って言ってくれよ。冗談やろマジで。もうこっから俺を殺す気か、本当に。もう本当に、もう、もう助けて。だからもう助けて、本当に。もうやめてよ。何これ、いじめかよ。なんでよりによって炎な、なんでよりによって炎な。もう行くしかねえやろ。もう頼む。もう命が足りやん。ほんとに。俺の命も尽きる。もう気持ち悪い。ああ、投げろよ！よし！結構食らわした。パターン読めてきた、パターン読めてきた、もう無言や。うわあ、もういけいけ、どんどんで、こいつ硬すぎやろ。やっぱ追い込まれた、追い込まれた。来た来た、やったやった。あー、やっとクリア。第1ステージクリアです。こんな第2ステージとかやってられん。